OK, let's go! よし、毎度。恒例により、また前回の動画から時間が空きましたよ。いつもいつもすいませんね。まあね、一発の弱小 YouTuber だもんですから、仕事が忙しかったり、プライベートが忙しかったり、なんやかんやしておりまして、ついついね、Y の動画を撮れなかったりしてるわけでございますけれども、全国津々浦々、もっともっと、いろんな方々に見てもらえるチャンネルにしていきたいものですな。どうぞよろしくお願いいたします。よし、では今日も早速いきますかね。本日ご紹介するワインはこの2本。じゃじゃーん、これ可愛らしいでしょう。ちょっとボトルを見てね、一目惚れしてその場で買ってきました。今日はこの2つで話を進めていきたいと思います。どうぞよろしく。ということで、まずはこちらからいきますかね。メルシャンのロゼワインご紹介いたしましょう。メルシャン完熟ぶどうの美味しいロゼワイン、間違えた。メルシャン完熟ぶどうの美味しいワインロゼ。ぶどう本来の甘さが楽しめるフルーティーでスイートなワインです。楽しみ方いろいろ。冷やしてそのままお飲みいただくだけでなく、ロックやソーダ割り、温めてホットワインなどいろいろな飲み方でお楽しみいただけます。メルシャンが各国から選び抜いたブドウ果汁を国内で醸造し、輸入ワインとブレンドすることで日本人の味覚に合う高品質な味わいをお届けしています、ということでございますね。はい、これ見てメルシャンのワインなんか飲んでどうすんだよっていうような人もまあちょこちょこいるとは思うんですけどもね。こんなことはどうでもいいんだよ。なんつったってロゼワインを飲むチャンネルなんだからね。そう、そこをまず理解してもらうには話が始まらんわけよ。よし、飲んだ感想は人それぞれ。まずは香りから。香りはすごくいいですね。なかなか甘さが際立ちます。ぶどう本来の贅沢な甘さって書いてあるんだけど、まず香りはね、本当にそんな感じがしますね。じゃあいただきましょう。うん、優しい甘さ。いや、いいですね。くどくなくて、なかなか甘さを本当に楽しめるっていうワインだと思います。うんうん、もちろんね、安い味がするって言っちゃ、まあもうそれはどうしようもないことなんだけども、安い味って言ってもそんな悪いものではなくてね、こういうのってどうやって言えばいいのかね。安いなりにうまい味、安い割にはかなりいけてる。うん、どうやって言えばいいのかな。てなわけで、まずは今日はね、カツオのカルパッチョからいきましょうか。そうそう、つまみを食わなきゃね、俺の動画は成り立たねえから。いただきます。あー、うまい。俺刺身ってすげえ好きなんだけどさ、カルパッチョっていうのはね、前はそこまで頻繁に食わなかったんよ。ただうん、一度自分で作って味を覚えちゃうと、うん、これはすごくいい料理だなって思いますね。うまいもん、すごく。うん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 、今日はねバジルペーストを使って仕上げました。あー、ニンニクの香りがたまらん。うん、いきましょう。かなりしっかり味をつけてあるカルパッチョなんだけども、それに負けず劣らず、そしてうまい具合に喧嘩もせずね、両方味わえるいい組み合わせだと思います。意外、そうなんだ。
これいいですね。甘さがしっかりこの食べたものによって変わるってこともなくて、ちゃんと食事と合わせられるワインなんだなっていうのは、もちろん食うものにもよるんだけどね。そう、食うものによるってことなのでね、次のおつまみいきますか。砂肝の味噌和えでございます。これがうまくてさ、砂肝を焼いて、まあ、味噌で甘めに仕上げたものなんだけども、うまい。自分で作ってこんだけうまいって言えればいいよね。下に敷いてあるのは小松菜です。見てみましょうか。ちゃんと自らの主張を止めないところがいいよね、このワインは。そしてこっちの風味も殺さないし、なんか今日は初っ端からうまくいってるな。ただ単に味噌をあえただけじゃなくて、さっき言ったように甘めにしてあるんですよ。しっかりと火を通した砂肝にこう絡めるわけなんですけども、これもね、ちゃんと薄味とかではなく、まあかといってしょっぱいわけでもないんだけども、酒のつまみとして食えるぐらいのものにしてあります。それでこのワインがちゃんと楽しめるっていうのは、これいいな。成功しちゃったよ。あ、意外。組み合わせいいわ。で、まあチーズが出てくるわけなんだけども、これもね、なんていうチーズだっけな、ちょっと覚えてねえんだけど、かなり臭いんですよ。何も知らずにね買ってきたチーズなんだけども、これいい味だな。香りは結構強烈、味はすごくまろやか。これうまい。これがワインの引き立て役じゃなくて、引き立て合ってる。いやー、おつまみがさ、いつもだいたい3品か2品用意してるんだけど、おつまみが全部ワインと相性がいいっていうのはそうそうなくて、今日一発目からこれですか。はあ、さっきね、まあメルちゃんのワインってすごくこのお安いものが多いんですけども、この高品質な味わいっていうのはね、言い得てみようというか、本当にその通りな仕上がりのワインですね、これ。いやー、これいいな。うまい、うまい。まあ、これはちょっとね、感動で一発目始まりましたけども、次のワインね、いきましょうかね。よいしょ。はい、お次がですね、こちらの先ほどご紹介した可愛らしいボトルのワインでございますけども、この間ロゼワインを買いに行った時に、何本かお店見てて候補があって、どれにしようかなーって思ってたんだけども、これをねチョイスしたのはやっぱりこのボトルのデザインの可愛らしさですよね。よし、では行きましょうか。ご紹介しましょう。ドメーヌ・ポール・マス・ル・ロゼ。南フランスのみずみずしいフルーツやお花を連想させる鮮やかなロゼワイン。チェリーやザクロなどの華やかなアロマとフレッシュで余韻の長い果実味が弾ける一本です。ほー、随分と言ってくれるじゃないの。このキャップもね、なかなかシャレが効いております。シャレが効いてるっていうのかな。よいしょ、よし、どれどれ。おー、
しい色ですね、すごく。はあ、おしゃれと言いますか。もうグラスについてこの色を見ると、あ、なんか美味しそうって思う感じの色です。まずは香りから。うん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 、ちょっと不思議な香りがしますね。そうそう、お花を連想させる鮮やかなロゼワイン。そうですね、なんとなく花のような香りがするかもしれません。確かに。いただきます。さっきのメルシャンとは打って変わって、口当たりがなかなかヘビーですね。これヘビーっていうのはウイスキーみたいな感じじゃなくて、舌の上にピリリとくるような、そんな感じの。チェリーやザクロなどの華やかなアロマっていうのはちょっとわかんないんだけども、俺にはやっぱり花のような香りがしますね。味はね、味をこれどう言えばいいんだろう。甘さがなくて、舌の奥の方にピリリってくるような感じがあって、味というよりは香りと刺激。なんかね、この可愛いボトルのデザインとは裏腹にね、ちょっとそれを裏切るような感じの風味だと思います。俺としては飲んで、お、これうめえっていうような感じじゃないですね。そこはね、実際に物を食ってみて、そこからまた改めていきましょうかね。いただきます。いいね、カツオとニンニクとバジルって合うな。今日のカツオがまた結構うまくてさ、カツオのパルカッチョじゃねえやカツオのカルパッチョに関しては、ニンニクとバジルの風味をこのワインがちょっとね押しのけて入ってくるような印象です。よしよし、まあまあ次はね、じゃあこちら、あー、やっぱりこれうめ、超うめ。この味噌とね、砂糖の配合が今日ベスト。よし、あ、こっちは割といいかもしんないですね。お醤油の味付けだとちょっと想像ができないんだけども、この砂肝の独特なあの香りがあるじゃん、あれとこの味噌の強さがちょうどよく合うような気がしてます、今。いや、これ砂肝の味噌和えはね合うぞ。ワイン自体が、おお、うめえっていう感じじゃねえっていうのはさっき言ったけど、これはね、合わせやすいと思います。へえ、そうなのか。じゃじゃん。うまいね、これ。なんていうチーズだっけな。すごい覚えてねえんだけどさ。チーズ特有のまとわりつく感じ、それにはちょっと合わせづらいような気がします。口に入れた時の刺激を楽しむワインなのかな、香りとね。さっきのカルパッチョみたいにバジルの香りが押しのけられてしまうっていうようなことはないんですけども、今日の2本で言うと、よいしょと、全体的にはこっちのメルシャンの方が
のポールマスってな、何合わせればいいのかな。フレッシュで余韻の長い果実味が弾ける一本です。このフレッシュで余韻の長い果実味っていうのがちょっとね、いまいち俺分かんないんですよ。飲んでみてもやっぱり一番最初の印象と変わらず、花の香りが、花のような香りがするって止まっちゃうな。なんかもったいねえな、このワイン。うん、味噌だと合うんだよね。うん、いや不思議なもんだね。ちょっと特殊な感じがするワインですね。ちょっとこのワイン飲むときに、そうだな、味噌味にしたものをもう何品か試してみようかな。それと、味噌じゃなくて醤油ベースのスタンダードな和の味付けのもの、うん、それもちょっとやってみようかな。あ、くるみ味噌のお団子とか合いそう。五平餅とかああいうのいけそうな気がするな。そう、今予想はどんどんできるんだけどもね、ポールマスに関しては合わないもの、おつまみと合わないっていうことになっちゃったんだけども、その中でも甘めの味噌味が割と合うっていうのは、あの予想を裏切る形で面白かったと思います。うんうん、まあ、こうやって食い物で遊んでみると面白いですね、本当に。よっしゃてなことで、明日の自分は無限大なんていうパクリ文句もそこそこに、今日はこの2本をお送りしました。次回の動画、そんなに間開けないようにしたいけど、その日のためにチャンネル登録をよろしくお願いします。で、チャンネル登録をしてくださった後は、ぜひともね、ご視聴をしてください。それじゃあ今日もありがとうございました。またおせ、ロックロール。